色気がねえ。ずっと過ごしてるのも今のうちだぜ。今日こそこの勝負
その4ですね。いや、いよいよ来てしまいましたね。主役登場。主役登場。新内登場ってやつですか。でも4月でしょ。エイプリルフール。本当に主役みたいな。ね。嘘ついてもいいってか。っていう。いや、でもこれはね、カッペクの記念すべきね、デビューソングですから。そうなんですよ。これ初めてね、録音したんですよね。可愛くね、色気がね。うまくなったよね。うまくなったよね。なんかレコーディングの時が一番まずいんじゃないかっていう話もありましたけどね。そうかだ。いや、違います。可愛くね、色気がねは、もうパワーです。はい。なるほどね。テクニックいりません。振り付けが一番のポイントですよね。はい。踊ってごまかせみたいな。そうそうそう。つま先立ちして靴剥がすみたいなね。そうなんです。ペロンペロンって。わかんないってそんな話したってば。ねえ。はい。カラオケが繋がっちゃってるっていうのは何なの？あ、そう。よくぞ聞いてくれました。これはね、可愛くね色気がねのエンディングとね、長いやつジャ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 っていうのと、今夜はエイプリルフールの頭のジャジャっていうのが繋がってるんですよ。すごいよね、これは。じゃあ1曲で2曲歌える。おいしいわけじゃないんです。歌えちゃうっていう。そうです、そうです。そうだから、これはもう順番的に可愛くね色気がね歌って、今夜はエイプリルフール、
でも曲つなぎっていうのは珍しいよね。ね、だからこれを一回やってみたいなと思っちゃう。世界初じゃないの。じゃあすごいね。メドレーはどうなるの。メドレーとかいろいろやったこと。しかしさすがですね、かすみちゃん。そうかもしれないよ。あのマイケル・ジャクソンもやってないこと山口カップやってんのかもしれないし、ね、なるほどね。やった光栄だな。光栄だよね、そう、今夜はエイプリルフールってなんかすっごいかっこいい歌だったもん。そう、ほんとこれ最高。ジーンともう涙出ちゃった。私初めて聞いた時惚れちゃいけないじゃん。エイプリルフール